回はこんな、玉編みでハリネズミ風のルームシューズを編んでいきたいと思います。すべて玉編みでの編み方になります。お花と胴体の部分は、グレーとか、ブラウンにして、お顔の部分だけ白にしています。材料は今回7色彩色、胴体の部分はこの 30g の7色彩色2玉ぐらいです。お顔の部分は少ししか使わないですけれども、この白を使っています。で、目の部分はこの編みぐるみの目を使っています。黒いボタンとかでも大丈夫だと思います。それでは編んでいきます。すべて玉編みの編み方になります。まず輪の作り目から鎖編み一目で立ち上げて、少し糸を引っ張って長くして、未完成の中長編み、5回の中長編みの玉編みにします。1回、2回、3回、4回、5回、5回、針に糸をかけたらまた針に糸をかけて、すべて引き抜きます。で、ここで鎖編みはせずに、また針に糸をかけて、次また1回、2回、3回、4回、5回で針に糸をかけて引き抜きます。また少しここで糸を引っ張って、でまた針に糸をかけて、1回、2回、3回、4回、5回で引き抜きます。でまたちょっと引き出して、これ今、玉編み 1,2,3 3つ編んだんですけれども、1段目は6目編みます。また針に糸をかけて、1回、2回、3回、4回、5回、また針に糸をかけて引き抜きます。そして少し引っ張って、また針に糸をかけて、1回、2回、3回、4回、5回、で針に糸をかけて引き抜きます。で 1,2,3,4,5 最後です。針に糸をかけて1回、2回、3回、4回、5回、針に糸をかけて引き抜いて、で最後は鎖編みをします。はい、これで玉編み 1,2,3,4,5,6 目編めました。そしたら、糸端を引っ張って、動いた方の糸をまた引っ張って、この輪を縮めていきます。で縮まったらまた糸端を引っ張って、ぎゅっと輪を縮めます。そしたら目に針を戻してもらって、端目の玉編みの頭に針を通して引き抜いて、1段目が完成です。はい。
次、2段目からはお顔の部分の白い、毛糸にしますので、ここで一旦糸を針を、毛糸切って、もう閉じてしまってください。こんな感じですね。はい、そしたら次は白に変えていきます。初めのところはちょっと邪魔なので切っておきます。そしたらこの、結び目のところから針を初めの目のところですね、結び目のここから針を通して糸をかけて引き抜いて、ここからまた2段目をスタートします。で、この端の糸は編み込んでいってください。で、初めの目に針を通して糸を引っ張ったら、もうそこから未完成の中長編み、5回の中長編みで玉編みをします。1回、2回、3回、4回、5回で引き抜きます。そしたら、2段目は増やし目をして、1段目が 6目だったので、1つの目に玉編み2つ入れて、2段目は全部で12目になるように編んでいきます。で、1つの目に2つ玉編みを入れるんですが、1段目は鎖編みをしなかったんですけれども、2段目は鎖編みをします。そしてまた同じ目に針をかけて、1回、2回、3回、4回、5回、5回編んで針に糸をかけて引き抜いて、1つの目に2つの玉編みが入りました。そしたら次の目はこの1段目の玉と玉の間のところですね、そこに針を通すんですけれども、次の目に移るときは鎖編みはせずに、もう針に糸をかけて次の目に針を通して、1回、2回、3回、4回、5回で針に糸をかけて引き抜く。同じ目に、2つ、目を2つ玉を入れるんですけど、その時だけ鎖編みをします。でまた針に糸をかけて、1回、2回、3回、4回、5回で針に糸をかけて引き抜きます。はい、次隣の目に行きます。その時は鎖編みは入れません。ちょっと糸を伸ばして針に糸をかけて次の目に行きます。1回、すいません、ちょっと糸端が邪魔ですけれども、引っかかっちゃった。
2回3回4回5回で糸をかけて引き抜いて、で鎖編みで同じ目に1回2回3回4回5回で糸をかけて引き抜いて、次の目に行くときは鎖編みは入れずに1回2回3回4回5回で糸をかけて引き抜いて、同じ目にもう一目の時は鎖編みを入れて、また針に糸をかけて同じ目に1、2、3、4、5、針に糸をかけて引き抜きます。シーロハ。はい、で次の目ですね。次の目は鎖編みはしません。1回2回3回4回5回針に糸をかけて引き抜いて、同じ目なので鎖編みを入れて、また同じ目に玉編みです。1、2、3、4、5、針に糸をかけて引き抜いて、ローハート。最後ですね、次の目に行きます。鎖編みなしです。1、2、3、4、5、針に糸をかけて引き抜いて、鎖編みを入れて、同じ目にまた玉編みです。1、2、3、4、5で、針に糸をかけて引き抜いて、最後は鎖編みをします。最後鎖編みをしたら、はじめの目のこの頭の部分ですね、ここに針を入れて糸をかけて引き抜きます。こんな感じになりました。はい、そしたら3段目に行きます。これで2段目が2、4、6、8、12目になってます。3段目は、18目にしていきます。18目なので2、1、2、1を繰り返していきます。少し糸を出して、引き抜いた目に玉編み2目入れていきます。3、4、5で引き抜いて、2目入れるときは鎖編みを入れます。でまた玉編みです。2、3、4、5引き抜きます。次は1目です。次の目に移るときは2段目と同じく鎖編みは入れないです。1、2、3、4、5で糸をかけて引き抜きます。1つの目に2つ玉編みを入れるときだけ真ん中に鎖編みを入れます。で次の目に移ります。次の目また2目入れます。2、3、4、5で引き抜いて2目入れるので、鎖編みをして同じ目にもう一度玉編みを入れていきます。3、4、
き抜きます。次の目は1目です。1、2、3、4、5とかけて引き抜きます。次は2目です。1、2、3、4、5同じ目にもう一目入れるので鎖編みをします。1、2、3、4、5糸をかけて引き抜きます。次は1目です。1、2、3、4、5引き抜きます。次は2目です。1、2、3、4、5引き抜いて同じ目にもう1目なので鎖編みで同じ目に玉編みを入れていきます。2、3、4、5引き抜きます。次の目は1目です。1、2、3、4、5次は2目です。境目が分からなくて糸が引っかかってごめんなさい。1、2、3、4、5はい、2、1なので同じ目にもう一目入れるので鎖編みをして同じ目に玉編みを入れます。3、4、5引き抜いて次は1目です。1、2、3、4、5次は2目です。1、2、3、4、5同じ目にもう一目入れるので鎖編みをして同じ目に玉編みです。2、3、4、5引き抜いて次が最後ですね。1目です。1、2、3、4、5で引き抜いて最後は鎖編みをします。毎回、段の最後の目だけ鎖編みをします。そしてまた、初めの目のこの1つ目の目と2つ目の目の間のところに針を通して引き抜きます。これで3段目18目完成です。ちょっと目を数えていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18目。1、2、3、4、5、6、7、8、
12、13、14、15、16、17、18目ですね。はい、3段目が18目です。次4段目は21目になるように編んでいきます。まず1、2、はじめは1目、次が2目、そこから、5目は1目ずつ、そしてまた2目という形で編んでいきます。1、2、5、そしてまた2で5という形になっていきます。ちょっと分かりにくいのでテロップを入れておきますので、そちらの方でも見てください。まずは1目ですね。2、3、4、5、はい、次の目は1の次は2、次の目は2目入れていきます。4、5で同じ目にもう1目入れるので鎖編みで同じ目に玉編みです。2、3、4、5、次から5目は1目ずつ入れていきます。2、3、4、5、3ですね。4。はい、玉編みが5編めました。次の目はまた、1つの目に玉編みを2目入れます。2、3、4、5で同じ目にもう1目入れるので鎖編みです。で同じ目に玉編みです。2、3、4、5、すいません、かかってなかったのでもう一度ちょっとやり直します。同じ目にもう1目入れるところです。次からはまた1つの目に1目で5目編んでいきます。1、2、3、4、5、2回目、次3回目ですね。1、2、3、4、5、3回目、次が4回目。1、2、3、4、5、
4回目、次最後1、2、3、4、5、はい、1、2、3、4、5、5編めたので、次は1つの目に2目入れていきます。3、4、5で、同じ目に、もう1目なので鎖編みを入れて、同じ目に玉編みを入れます。はい、そしたら最後は1、2、3、4、最後は玉編み、一つの目に1回玉編みを入れていきます。4回ですね。3、4、5、4目です。1、2、3、4、1、2、3、4、5、はい、最後が1、2、3、4、5で引き抜いて鎖編みです。これで21目にあるはずなので数えていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21目ありましたので、最後は鎖編みをして、また初めの目と2番目の目の境目のところ、頭のところですね、に針を通して引き抜いて1、2、3、4段目が完成です。はい、この1、2、3、4段目、1、2、3、4、4段目、白い部分はあと1段ですね。1、2、3、4、1、2、3、4、5、お顔の部分で全部で5段にしますので、あと1段編んでいきます。4段目以降、この胴体の部分もずっと一緒なんですけども、もう21目のままずっとしばらくいきますので、増やし目はもうこれで終わりです。で、1、2、3、4、4段目来たら、ポコッと繰り返してください。ここから1、2、3、4、5段目はここからまた目に針を通戻してもらって、ここから増減なく、玉編みを21目編んでいきます。繰り返して、目に針を戻してもらって、また針に糸をかけて1、2、3、4、5で引き抜く。さっきは目に針を通した時によく引っ掛けたんですけども、裏返してこっちから編む時は引っ掛かりが少なくなると思います。で、ここはもう、増やし目とかしないので、鎖編みは入れずにどんどん次の目に進んで玉編みをしていきます。
で1周ぐるっと21目編んでいきます。はい、最後まで編んだら、また最後は鎖編みで始めの目と2番目の目の間の頭のところに引き抜いて1,2,3,4,5 5段目が完成です。そしたら、次からは、色を変えていきますので、また糸を切ってもらって引き抜きます。こんな感じでお顔の部分が出来上がりました。また、一緒に編み込むので糸は少し短めにしておきます。はい、次からはまた、ここから糸をグレーの糸に変えて、ここですね、今引き抜いたところに針を入れて糸をかけて引き出して、ここから端の糸を一緒に編み込んで、玉編みを入れていくんですけれども、もうずっと21目、21目なので1つの目に1つの玉編みで、鎖編みも入れずに21目を編んでいきます。1,2,3,4,5それで一周ずっと編んでいきます。はい、最後の目までいったら、また鎖編みで始めの目に引き抜きます。はい、これで、グレーの部分の1段目が完成しました。で、この甲の部分はグレーの部分が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10段編んでます。で、もうずっと同じ21目で、10段編み続けていくんですけれども、これでだいたい24センチぐらいなので、もうちょっとちっちゃめにするんだったら10段じゃなくって9段にしたり8段にしたり7段にしたり、サイズを調整していってもらえればいいと思います。で、またかかとの部分は、編み方が違ってきますので、ひとまず、ここですね、グレーの部分を、ずっと1周21目で、7段8段9段10段そこまで、編んでいきます。ちなみにこの24センチのサイズはグレーの部分が 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10段編んでいます。はい、玉編み21目を、今回は 1,2,3,4,5,6,7,8 段編みました。初めに説明したこっちの24センチの方は、ここの甲の部分を10段にしていますけれども、サイズに合わせて7段にしたり8段にしたり9段にしたり、ちょっと足を通してみて、かかと甲の部分と合わせて、段数は決めてください。そしたら次はこのか
かとの部分を、編んでいきたいと思います。今8段目が終わって引き抜いたところなので、次は鎖編みを2目編みます。鎖編み2目編んだら、根元のところにまた玉編みを入れていきます。2、3、4、5で、次の目に行くんですけれども、かかとの部分はずっと16目の往復編みをしていきます。なので1つの目に1つの玉編みで16目編んでいきます。すいません、ここを引き抜くのを忘れていました。引き抜いたら次の目ですね。感じで、ずっと16目編んでいく。はい、16目編めたところです。そしたら引き抜いて、また鎖編み1回入れていきます。そしたら次はひっくり返して往復編み、またずっと、16目編んでいきます。次の目にも玉編みで、これでまた、16目ずっと往復していきます。はい、最後の目のところはこの、鎖編み2目で立ち上げたところですね。鎖編みのところに針を通して、すいません、引き抜いてなかったです。最後の目のところはこの鎖編み2目のところに針を通して、ここに目を3、4、玉編みを入れていって、16目になります。ずっとこの、玉編み16目の往復編みを繰り返して、今回は 1,2,3,4,5 かかとの部分は5段にしました。初めに、説明してたこの 24センチ のものより少し小さめにしてますので、これは、5段になっています。サイズに足を通してもらって、サイズに合わせて、6段だったり7段だったり8段だったりっていうのは、してください。このまま16目でずっと往復編みをするとサイズは調整できます。今回はちょっと小さいサイズにするので、一旦、これで、閉じていきます。少し閉じ針で閉じていくので、長めに毛糸を切ってもらって、で、今鎖編みをしたところで引き抜いて、で終了になります。はい、あとはかかとを閉じていって目をつけたら終わりです。で、閉じ針でかかとを閉じていくんですけれども、その時に こういうふうに閉じてもいいんですけれども、ちょっとひっくり返してギュッと内側を閉じる感じにすると、閉じたところが目立たなくなるので、裏側ちょっと裏返して閉じていきます。で、
この目を合わせて、ちょっとかかとの部分は2回ぐらい閉じてもらって、次ずっと下に向かってこの目を合わせて、とじ針で閉じていきます。下まで行ったら、はい、下まで閉じると、ちょっと、こんな風にかかとがどうしてもとんがっちゃうんですけれども、内側のとんがってる部分を少し開って、ちょっと上に引き上げるような形にすると少し丸くなりますので、やってみてください。はい。そして針を、糸を切ってもらって完成です。今回ちょっとこのちっちゃいので、こっちの、24センチ大人サイズの人は、こっちの大きい段数で編んでいってもらったらいいかなと思います。はい、ちょっとサイズは違うんですけれども、こんな感じのハリネズミ風のルームシューズが完成いたしました。あとは、目をつけてもらって完成です。玉編みなのですごくモコモコして、あったかくて履き心地がすごく気持ちいいルームシューズになってますので、一度、試してみてください。